皆様こんにちは。まずはじめに、先ほど新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催をし、 BA.5 対策強化宣言を行うことおよび宣言に伴う協力要請などについて協議をいたしましたのでご報告をいたします。まず BA.5 対策強化宣言についてご説明をいたします。先週奈良県で開催された全国知事会議では、私から新型コロナウイルス感染症対策について医療機関などの負担軽減を図るため、定点医療機関以外からの発生届の処理を大幅に簡略化するなどの提案をし、国への提言に盛り込んでいただきました。全国知事会で取りまとめた意見も踏まえ、国から一定以上の医療の負荷の増大が認められる都道府県が BA.5 対策強化宣言を行い、住民や事業者などに対する協力要請、呼びかけを行うことができる枠組みが示されたところです。現在、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株 BA.5 の感染者の急増により、医療機関等への負荷が急速に高まっています。昨日の本県の新規感染者数は13,445人、直近7日間平均で9,602人、入院患者数は1,180人となり、昨日の時点で即応病床使用率が 70.3% と、依然として高い水準が継続をしている状況であります。この状況を踏まえ、県では感染対策を徹底しながら、社会経済活動の維持と医療の逼迫の回避との両立を図るため、BA.5 対策強化宣言を行うことといたしました。宣言の期間は本日から31日までといたします。次に宣言に伴う協力要請などについてご説明をいたします。まず県民の皆様に対しては、効果的な換気など基本的な感染対策を徹底すること、また高齢者や基礎疾患を有する方およびこれらの方と同居する家族などは、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を控えるなど、感染リスクを減らす行動を心がけること、救急外来および救急車は適切に利用することなどを特措法第24条第9項に基づき要請をいたします。合わせて症状が軽く基礎疾患がないなど重症化リスクの低い方は発熱外来の受診に変えて、検査キットを用いた検査、陽性者登録センターまたはオンライン診療の利用などをご検討いただきたいこと、3回目未接種の方や若い世代の方はワクチン接種を速やかに検討いただきたいことなども引き続きお願いをいたします。また事業者の皆様に対しては、業種別ガイドラインを遵守すること、在宅勤務などの活用を推進すること、療養を終了した方や濃厚接触者の待機期間が終了した方が勤務を開始するにあたり陰性証明などの提出を求めないこと、集客施設においては入場者の整理誘導、発熱者などの入場禁止、入場者のマスクの着用などの周知を徹底することなどを特措法第24条第9項に基づき要請をいたします。さらに高齢者施設などに対して従事者などの頻回検査の実施や入所者などへのワクチン接種の促進などを要請するとともに、すべての医療機関に対して新型コロナウイルス感染症対応への協力を要請いたします。県としては必要な方に適時適切な医療等が提供できるようさらなる取り組みを進めているところです。臨時医療施設については、本日から二都名の施設で患者の受け入れを再開いたしました。稼働中の2施設では、7月は介助が必要な高齢の軽症患者など稲毛で70人、富里で134人の合計204人を受け入れてきたところです。また宿泊療養施設については、7月23日から県が運営する2施設で新たに受け入れを再開し、現在千葉市、船橋市、柏市が運営する施設と合わせて12施設約2000室の体制で7月は3116人を受け入れました。検査キット配布、陽性者登録センターについては7月21日に事業を再開したところですが、現在1日あたりのキット配布については2万キット、陽性者登録については1000件まで体制を拡充しています。8月2日までの累計で21万キット陽性者登録は7000件を超える申し込みをいただき、順次対応しているところです。県においてもこれらの取り組みを引き続き進めてまいります。
次、インターネットを活用した健康観察対象者の拡大についてお知らせをいたします。県内の感染状況およびオミクロン株の特性などを踏まえ、保健所の支援を重症化リスクが高い方に対してより重点的に実施をするため、国の通知に基づきインターネットを活用した健康観察の対象者を拡大することといたしました。合わせて健康観察の実施方法についても、65歳以上の方などで操作が可能な方についてはマイハーシス等を利用していただく方法に変更いたしますので、ご理解ご協力をお願いをいたします。来週からお盆期間も始まります。帰省や旅行などで普段会わない人と会う機会も増える時期であります。移動先では基本的な感染対策を徹底し、感染リスクの高い行動や場面を避けて過ごしましょう。社会経済活動の維持と医療の逼迫の回避の両立を図るため、改めて県民事業者の皆様のご協力をお願いをいたします。